さあそしてですね、東京のスタジオには織田信成さんがいらっしゃいます。はい、織田さん、おっつーおっつーおっつー、お疲れお疲れお疲れ様です。やばい、めっちゃテンション上がる。やばい、いかがでしたか。僕ですか、はい、僕、いやもう本当に素晴らしい演技を ありがとうございます。日本で見ててもうみんなすごい感動してました。で、ゆずさ、行く前フリー行く前、はい、なんて喋ってた。行く前なんか口動かして楽しんでこうぜって。楽しんでこうぜ。楽しんで。違う。そうそう。そう、なんて言ってるんだ。あとプーさんはどこで見てんの？プーさんおらんかったけど。あ、プーさんは、うん、部屋で見てます。やっぱそっちには祈ってました。そっち入りはしてた。そっち入りはしてた。やっぱり。で、たつきは？たつき。はい。お疲れ様です。おっつ、どうやった？初めてのオリンピック。いや、もうどうやった？やっぱ本音はすごく怖かったし、でもまあ、最後までちゃんと戦うことができて、うん、今は、自分を誇りに思います。で、日本ではショートプログラム後の逆バレンタインっていう言葉がもう流行語大賞ノミネートされる勢いなんですけど、そこを受けて一言。本当ですか。あ、ごめん、ちょっとそれは盛りすぎたけど。どうですか、そういう言葉を受けて。いや、でもちょっと言葉が一人歩きして、うん、やっぱ演技が伴ってなかったので、いやいやいや、フリーは絶対やらなきゃなっていう覚悟はありました。いや、でも素晴らしかった、本当に。大ちゃん、ありがとうございます。お疲れです。お疲れです。何でした。いや、もうちょっとやってしまいました。もうちょっと、もうちょっと泣きそうだって、ギビ出て。あら、大丈夫。ありがとうございます。お母さん、いや、流れみたいじゃないですか。いや、俺流れへんやん。いや、神田の練習見てた時にほんま大丈夫かなと思って見てたから、ほんまに、いや、すごい、もう感動、ありがとうっていう感じで、本当にお疲れ様です。本当に終わったら、あ、焼肉、うん、焼肉食べに行こう。行こう。どうも、本当に。お疲れ様でした。ありがとう。スケートの皆さん、いい世界がありますね。そうなんですね。